はい、嬉しの流対策をご紹介します。初手6八銀に3四歩で、5六歩に8四歩とついて銀が上がってきたら、歩を伸ばして、金で受けてくる手に7二銀で、角を引いてくる手に、8三銀と上がって6六銀なら9四銀と上がります。で9六歩とついてきたら、8六歩から交換して、飛車を下がってで2六歩とついてきたら、3二か4二あ、8五に一度銀を上がって、7五銀と受けてくる手に、4二銀と上がります。で2五歩に銀を上がって、銀を上がってきたら角を引いて、この辺りは駒組みですね。で角で受けてで、玉を寄ってで、銀が2六に上がってくる手に、4四銀と上がって2四歩と仕掛けてきたら同歩ですね。で1五銀に、8六歩と打って同歩同銀で銀が出てくる手に、6四角と出てで2四飛車と走ってくるのは2三歩と打って、飛車が下がってくる手に、1九角成で大優勢になります。4六歩と受けてくる手に5五歩ですね。で、8三歩と打ってきたら5六歩と取って、角がもし引いてきたら5二飛車ですね。で金で受けてくる手に8八歩と打つか銀を出ていくかですね。銀を出ていってここで攻めてくるのは4六銀ですね。で銀が鳴ってくるでは5七歩成で勝勢になります。飛車で受けてくる手は構わず4六銀と言って、同角なら同角で、同飛車に5七歩成で勝勢になります。同歩ここで2四銀と攻めてくるのは5六歩ですね。で角が、6八とかに行くと8四飛車と
さばけるので、小生になります。銀なりは5七銀と打って、金を取ってきたら同玉ですね。で、金とか打ってくる手は4二玉と寄って、飛車が鳴ってくる。手に8七銀と。で、竜が入ってくる手は5三玉とかわしておけば大丈夫で、小勢になります。同歩と取ってくる手に8八と打ってで、攻めてくる手は5、6歩ですね。で、角が逃げてくる手は8九歩となって、銀が鳴ってくる手に5五角ですね。で、金を取ってきたら同玉で、攻めてくる手は4二玉で、飛車を成ってくる手に5七桂で、玉が逃げてくる手に桂馬を成って同玉で、金を打つと小勢になります。角を6八とかに引くのは8四飛車ですね。で、歩打ちに同金は5六歩と打って、角がかわしてくる手は5五角で、銀が出てくるのは4六角と出て、飛車がかわしてくる手は一度2六歩と打って同飛車に8四飛車と取って同角なら6八銀から詰みになります。あとは桂馬を跳ねてくる手は5五銀と出て、
銀が出てくる手に、4六銀ですね。でここで角を逃げるのは5七歩と打って、まあ銀取りで、まあ歩を打ってくるのは5二飛車ですね。でまあ銀を成ってきたら、まあ、4七銀と行って、金を取ってくるのは同玉ですね。でまあ金を打ってきたら逃げて、飛車を成ってくる。では5八歩成で勝勢になります。今回は以上になります。また別の変化ご紹介しますので、よければ高評価、チャンネル登録お願いします。では。